ビクトルクエスタは、アルゼンチンブエノスアイレス州出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレーロ SC インテルナシオナル所属。ポジションはディフェンダー。アルセナル FC のユースチームに加入し、2008年にトップチームに昇格した。2010年1月、CSD デフェンサイフスティシアにレンタル移籍した。プリメーラビーナシオナルでプレーし、1年半で34試合に、 出場しに得点を記録した。アルセナル復帰後、クラブは2012年後期リーグを優勝し、スーペルコパ、2012から13のコパアルヘンティーナも優勝したが、この2年間で19試合に出場した。2013年に CA ブラカンにレンタル移籍すると、2013から14のコッパアルヘンティーナを優勝するなど充実した日々を送った。2014年、 CA インデペンディエンテンに移籍した。移籍金は100万ドル。2016年4月、ヘラルド・マルティーノ監督が率いるリオデジャネイロオリンピックに向けたアルゼンチン代表に選出された。2016年5月にはコパ・アメリカ・センテナリオに出場するアルゼンチン代表に初選出された。5月27日、ホンジュラス代表戦で代表デビューを果たした。代表での得点。 ありがとうございます。